そういうのは必要ありませんから。何か企んでいるようだな。そもそもエミリッタを呼んだ理由が何かありそうですね。私、何をさせられるんだろう。この奥に何があるの？Thank you.
この先には何か生き物ではない者たちの気配が充満しています。お得意の創造体というやつか。これほどの数、しかも普通の創造体ではないようです。今のユイドラやミケルティにはない異質の力を感じます。私を忘れてもらっては困る。
しかもすごい力を感じる。まさかこれを。何かものすごく強い力を感じます。恐ろしいものが。止めることができるでしょうか。ただ無理に止めれば何が起きるか。何もせず見守るしかないのか。それでは近づけない。何が起きようとしているんだ。今度は何。封印が解けて。ここは危険だ。地上へ。ええ、そうしましょう。
かすかに聞いた記憶があります。人知を超えた決して触れてはならぬ異物だと。ということを。街が
にしないで。私はユイドラの人間だよ。それに私にはウィルもいるし、他のみんなだっている。恐ろしいことが起きてしまいました。これはもはや人間だけの問題ではありません。とにかくユイドラに戻るしかあるまい。舞台の担当とか配置も完了したよ。あと水とか食料の確保もしておいた。念のために水がめいっぱい水も汲んでおいたよ。あの創造体の威力ではユイドラの門もそれほどは持たないでしょう。一つ思ったのですが、あの巨大な砲のようなものはそう何発も撃てるものではないのではないでしょうか。相当の力を使いますし、いかに古代文明といえどあの威力の連続使用に本体が耐えられるとは思えません。じゃあそんなに脅威ってほどでもないかもしれない。だが一発撃たれれば終わりだ。門が破られればあっという間に決着するぞ。この戦力差ではな。お前も見ただろう。奴は躊躇なくサンタリアの町を破壊した。それでも使わないという保証はありません。
それにユエラの言う通り、使われてしまえば終わりです。どうしようもないならば打って出るしかあるまい。どうやって？わからんが、あの化け物を破壊しないことにはこの戦争も奴の野望も終わらないということだ。Thank you.